こんにちは、クラシックギタリストの高橋義太です。今日は、太田はじめさんの本で同調圧力の正体と、こちらの、感想を述べさせていただきます。まあ、今の、世の中ですね、非常にこう息苦しい、住みづらいなと思っている方多いと思います。その理由は例の、まあ、ウイルスのせいかというと、私はそうでないと思ってるんですね。ウイルスをきっかけとしてこの同調圧力が加速したからではないかなというふうに思っています。ですからこれからの世の中を、まあ幸せに生きていくために、幸福感を感じながら、生きていくためには、この同調圧力とどう向き合うかということを自分の中で一つの、まあ、何か考えを持って生きることが大切ではないかなというふうに思いまして、まあ、この本を読ませていただきました。まあ、同調圧力に対する対処法を自分の中で持っておけば、かなり、心が楽に、生きていけるというふうに思いますので、ちょっとね、今の世の中に対して息苦しい、同調圧力に対して息苦しいと思っている方は、ぜひ参考になれば幸いです。ちなみに同調圧力は私非常にこうここ最近興味を持っておりまして、以前もですね、こちら鴻上尚史さんの空気と世間という本、こちらも、読んでね、レビューまとめました。以前の過去動画にあります。概要欄にも、載せたいと思いますので、そちらもぜひ参考にしてください。まあ、どちらも結論はねほぼ似てるんですけれども、こちらの方は日本の歴史となぞってこう同調圧力について説明してくれているので、また違った角度から同調圧力について理解を深めることができました。はい、それで、結論としましては、現在の日本の同調圧力は行き過ぎています。皆さんどう思いでしょうか。それで、今後、このままだとその同調圧力はさらに加速する可能性が非常にあるんですけれども、日本人の幸福のためにも同調圧力を、その圧力を減圧するべきだというのがこの著者の、主張です。私もそのように思います。で、同調圧力というのはいい面と悪い面両方あります。で、昔はいい面の方が目立っていたのですが、今となっては、いい面よりも悪い面の方が上回っているのではないかというふうに思われます。で、ある調査によると、日本の幸福度というのは、その調査に参加した66カ国中、最下位だったということです。皆さんどうでしょうか。周りの人と同じ行動をして、例の口につけるものとか、いろいろあるでしょうけれども、簡単に言うと幸せですか。ね、みんなと同じことをして後ろ指を刺されずに生きていること、それで変なプレッシャーを受けずに幸福感を感じるというのでしたら、私は全く文句ありません。ただですね、最近こう、ある人のこう話を聞いたんですけど、そのある人というのは、亡くなる寸前のおじいちゃんおばあちゃんにたくさん取材した方のお話なんですね。その亡くなる寸前のおじいちゃんおばあちゃんが大体の人が言ってたこと、こういうことあったそうです。その自分の人生で後悔していることは何ですかと聞いたときに、たくさんの人の、ね、要求に応えようとしすぎていたことだと、たくさんの人の要求に応えようとしすぎていたことについて後悔しているということだそうです。ですからこうみんなと同じことをして、それで幸せかどうかというのはもう一度考えるべきではないかなと、いうふうに思います。はい、それで、まずですね、同調圧力を考える上で、結局ある集団でそういう同調圧力が生まれるんですけども、集団のそのちょっと、ものが共同体というものと組織という2つ違いあるんですね。ちょっとその違いをちょっと考えたいと思うんですが、共同体というのは家族とか村とか自然発生的に生じる集団です、ね、一方組織というのは会社とか学校なんです。で、特定の目的を達成するために作られた集団なんですけれども、だから本当は組織というのはドライな関係であるのが一般的だと思うんですね。
その仕事だけしたら終わりという関係性なはずなんですが、日本の場合は、もう生活に密接していると、ね、極端な話、その会社とか学校出た後も、それの、まあ、縛りを受けているような感じになっていて、日本は共同体に近い組織であるというふうに言われています。それで、日本のその組織というのがなぜ同調圧力を生みやすいかというと、まず一つ目は閉鎖性です。うん、つまりですね、日本というのは、転職しづらい環境にあります。うん、ですからどうしてもまあ、その組織で、まあのけものにされてしまうと、その後の生活が非常に息苦しいものになってしまうから、どうしてもその組織の中で嫌われないように、嫌われないようにということになってしまうから、みんなと同じような行動を、まあ、取りがちであるということですね。この転職のしづらさ、閉鎖性というのがまず一つ、もう一つは同質性というものです。これは学校教育の影響が多分にあるものと思われますけれども、日本はみんなが同じことをしがちなんですね。そして、違うことをしている人をどうしても小さい時から白い目で見がちです。ですから、まあ、同調圧力を生みがちです。いろんな考えがあっていいという教育はあまり、今でもないのではないでしょうか。ね、会社でもそうだと考えられます。そして3つ目です。これはね、まあ、会社員だと、ああ、なるほどという方もいらっしゃるかもしれません。身分化というものです。何かと言いますと、外国は一人一人の役割分担が非常に明確になっているのは基本的です。はい。で、一人で仕事をすることがほとんどなんです。で、その人の仕事終わったら、その人はその時間、その日の仕事は、はい、終わり、さようならという感じなんですが、日本というのは、例えば、何々かみたいな感じで数人でチームを組んで仕事をすることが、ほとんどではないでしょうか。なので足並みをどうしても揃えないといけないんですね。で、誰々さんの仕事はこれとかいうふうに明確に分かれてないパターンが結構多い。なんかその3人でこの仕事をやってくださいとか、例えばね、いうパターンが多いです。ですから、どうしてもみんなで仕事を終わらせなくちゃいけないパターンが多いから、一人だけ、残業しないで帰るというのはなかなかこう難しいんですね。ですからこうサービス残業っていうのが、出がちであると。で、こう上司の命令に背くこともできないというのがよくあります。これはね、私、高校の教員をしていたんですけども、ありました。これは実際にありました。まあ、自分は例えば数学っていう教科を担当していると、ね、ですから明日の分の授業の準備をしたらもう帰っていいはずなんですよ。で、早く帰りたいですから、テキパキと仕事をこなして帰ろうとしたら、はっきり、今でもはっきり覚えてるんですけども、先輩の先生から、見てごらんと、みんなまだ仕事してるんだよと、ね、もうちょっと仕事ちゃんとやってから帰りなさいっていうふうに言われて、残業を強制されたことありました。今だったら勇気を持って、いや、終わったんですいません、帰りますって、今だったら言えますけれども、当時はやっぱりちょっと言えなかったですね。だからそれもちょっと同調圧力ではなかったかなというふうに思っております。まあ皆様の会社などではどうでしょうか。はい。そしてですね、その、仕組みだけではなくて、まあ主義主張、イデオロギーですね。それも、同調圧力をさらに加速するものになっているということです。それを、著者は共同体主義と言っています。共同体主義というのは、この本の定義によりますと、メンバーの一人一人の意思、考えよりも一致団結を最優先とする考えです。だから、一人一人の考えって違って当たり前なんですけど、それよりも一致団結と。ね、まるでまあ、戦時中のような、考えですけども、それ今でもありますよね。はい。で、これが、まあ、ほどほどだったらまだいいんですけど、エスカレートすると起こること、まあ、実際もう今の日本はエスカレートしてるんですけれども、どういうことが起こっているかというと、絶対的な組織への忠誠。ですから、その組織以外のところで関わるのをすごく嫌がります。うん。それで、仕事以外の場面でも、行動制限があって、今実際あるのは、休日の行動制限。ね。
何したっていいはずなのに、例えば、何ですか、例えばあの外食の禁止とかね、あの、休日なのに、例えば県外をまたぐのは NG とかね、普通に考えるとおかしいことなんですけれども、そうやって、行動制限されていると。そして、まあ、公務員はもちろんそうなんですけども、民間でも一部副業が禁止という会社も未だにあるというのは、まあその共同体主義によるものということがあります。ですからちょっとね、まあたまの休日、普通に考えたら息抜きの時間であるはずなのに全く息抜きになってないとね、非常にこう同調圧力が、プライベートの時間にまで及んでいるというのが今の日本です。はい。であとその組織への忠誠を示すものとして先ほども言ったんですけども、日本ではですね、残業が長い人ほど評価されるという不思議な風習があります。これはですね、ちょっとまた後日ね、あの詳しくあのちょっと別動画で話をさせていただきたいと思うのですが、教員の世界は間違いなくこれはありました。今でもあるようです。はい。あのそれであの自分今でも忘れられない出来事ちょっとあるんですけど、それを話すと長くなるので別動画で話をします。ただし、私のような自営業、特に、まあ、ギタリストが偉いとかそういうつもりはないですけれども、仕事が長ければ偉いというのは全くありません。むしろ、恥ずかしいことです。あの仕事が遅い人ということになりますから、できれば仕事を早く終わらせて、でどん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 いろんなことをやっていきたいというふうに思うのが普通です。だから処理能力が高い短時間で仕上げる人の方が、むしろ能力があるというふうに見られますから、あの例えば私がね、あの外でこの曲仕上げるのに何年かかりましたよっていうふうに、毎日10時間ぐらい練習して何年かかりましたよなんていうふうには、恥ずかしくてちょっとあの普通は言わないです。あのまあ、これを1週間で仕上げたっていうんだったら、あの言うかも、もしかしたら言うかもしれませんけども、長いのはいいことだということでは、まあ、ない、いうことです。それは自営業の世界だとそうです。だちょっとね、これに関してはまたあの後日別動画で上げさせていただきます。あとは、組織内に序列が生じると、まあ、いうのはこれ会社員の方だと分かることではないかなと。あとは一致団結を生む要因として外部に敵を作ることで団結力を強化するとね、これが、まあまあ、私教員の時なんですけど、飲み会になると毎回、その場にいない先生とか、誰かさんの、悪口が酒の魚になってたと。悪口を言っていない飲み会には一回も、出会ったことはないんですけれども、まあ、外部に敵を作るというので、同調圧力をさらにこう加速させようと。で、そういう人の悪口を言ってるところに出くわすと、言われその話に参加してる人はどう思うかというと、自分は敵にされたくないって思う、やっぱり思うんですね。嫌だなと。だからますます同調していくという仕組みになります。うん。だからその悪口の言い合いっていうのはすごく同調圧力を加速させるものになります。うん。あのやっぱり良くない文化だなとは思うのですが、まあ、あの今でもあるのかもしれません。で、同調圧力下で正常な思考ができない。うん。だからまあ科学的に見ておかしいことを堂々とやっているというのが今の日本ですけれども、それを示した実験がアイヒマン実験というのがあります。私も以前の動画で紹介させていただきました。概要欄に載せたいと思うので、興味のある人は見てください。で、これがまあこの本で、初めて見たことなんですけれども、同調圧力の歴史ですね。で、かつては同調圧力が望ましい方向として働いていました。でそれ なぜかというと、昭和は製造業が中心なので、みんなで協力して作業する、しかも正確にするということが大切だった、正確さ、協調さ、そして終身雇用も守られていたので、その一つの企業にしっかりとしがみついて言うことを聞いてれば、その同調社会の恩恵に授かれたので、同調圧力はむしろ望ましい世の中でした。しかし、平成になって IT 化が進みました。IT 化が進みますと、まあ、言われたことをするというだけではなくて、イノベーションの必要性、ね、自分で物を考えて新しいものを作り出すという必要性が出たのですが、まあ、ご存知のように、あの、共同体社会では突出した個性とは認めません。ですから、新しいものが生まれないから、
まあ、世界からもう平成以降は大きく遅れを取る要因となりました。ですから同調圧力の負の部分だけが大きくなり、まあ、結局は経済成長とか幸福感の足かせにこうどん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 平成の世の中に入ってから、なっていきました。で、あとは令和になると、まあ、平成の時代でももちろんそうでしたけど SNS が発達しましたので同調圧力の風向きが変わったということも著者は述べています。つまり、以前はその組織の中、まあ、パワハラとか、いうのがありましたね、堂々と。で、言ってみれば縦の圧力ということですが、まあ、今でもあるのかもしれませんが以前よりは弱まったと思います。モンスターペアレンツという言葉も最近は聞かなく、あまり聞かなくなりました、うん、だからそういうモンスターペアレンツという問題も以前よりは減ったんでしょう。しかし一方で横の圧力、つまりですね、まあ、ネットいじめのような見えない人からの圧力というのが強くなってきたということで、まあ、新しく考え直す必要があるというのが、著者の意見です。そして、まあ、これが結局最終的なこう、どういうふうに対処していったらいいかということですけれども、同調圧力を減圧するためにどうしたらいいかということですけれども、まあ、まずちょっと上3つに関しては自分でどうしようもできません。世の中がこうなればいいなという著者の話ですので、まあ、あの簡単に話をします。まずは流動性の高い社会づくり、まあ、転職のしやすい、ね、世の中づくりの方がいいのではないかということです。で、個人の分担を明確にすると、で、共同作業を減らすというのは先ほど申した通りです。そして役割を果たしている限り行動を制限しないということです。つまりその人の仕事が終わったら別に定時で上がろうが構わないじゃないかという考えを浸透させましょうということです。まあ、ただここに関しては、まあ、会社の構造とか考えが変わらない限りどうしよう、個人ではどうしようもできないので、まあ、なればいいなという話です。で、以下が、まあ、個人でどうにかできることなので、ここが、ね、あの参考になれば幸いです。まず一つは別の居場所を作りましょう。どうしてもその会社だけ学校だけっていうと、どうしても息苦しくなって相談相手もいなくなってしまうので、例えば、まあ、手前味噌ですけども、私のような、ね、ギター教室に来て、その会社とは違うメンバーの人と付き合うというふうにすると、すごくあの心もね、まあ、穏やかにあのいろんなあの気分転換にもなりますので、趣味サークルに属するというのも一つおすすめです。そして普段からのものの考え方として異なった考えを受け入れましょうと。いろんな人がいてもいいし、いろんな人がいた方がいいという考え、ああそういう考えの人もいるんだというのを普段からそういう受け入れる心の余裕を持ちましょうということですね。自分とちょっとでも考えが違う人を受け入れないとなると本当誰も受け入れられなくなりますから、まあ、昔昭和の時代だったら、まあ、みんな一致団結というのはあったかもしれません。あの特に戦争の時代ですね、いろんな考えがあっていいというわけにはいきませんから、戦争の時代はね。でも今はもう戦争の時代はないですから、まあ、無用な争いをなくすためにもいろんな考えを受け入れるという心の余裕が必要です。あとは、まあ、取り締まる側、まあ、というのが必ずこういるんですけど、そのメンツを潰さずにうまく振る舞うと、まあ、うまく振る舞うと、ね、ルールというのは必ず抜け道というのはありますから、まあ、うまく振る舞うというのが一つ、まあ、頭に入れていいんじゃないかなと。まあ、ずる賢くなんて言うかもしれませんけども、まあ、一つ生き抜く術ではあると思います。例として挙げていたのは戦時中のパーマネントをする女性のことです。もちろんパーマネントというのは外国の髪型ですから、ダメだと言われていた、当初はダメだと言われていたのですが、パーマネントする女性側が、非常に、手入れも楽で機能的である、だから、戦争のようなね、たくさん体を動かさなくちゃいけない時にはむしろ機能的な髪型であるというふうに主張して、結局それは受け入れられました。だから取り締まる側のメンツを潰さず、つまり、戦争に勝とうという目的ですね、そのメンツを潰さずにうまく振る舞った例が、挙げられるということで、そういう、まあ、うまい言い訳といったらいいんですかね、いうことによって、立ち振る舞うことができますよと。それをうまく考えてみましょうということです。まあ、似たような例が、ルールを盾に抵抗するということですね。まあ、あの今話題のものとかも、憲法法律いうのを一つ盾にするのも、まあ、手かもしれません。あとは同調圧力で苦しんでいる人ってどうしても視野が狭くなっています。同調圧力をかけてくるその、まあ、同僚とか、
上司のことで頭がいっぱいということがありますので、視野を広く持ちましょうと。そうすると、今ある悩みがちっぽけに思えてきますよということで、まあ、まず夢を持ちましょう、ね、何か目標を持ちましょうと。広い視野を持ちましょうと、まあ、広い視野を持つ一つとしては、別の居場所を作るというところもあるかもしれません。あとは気軽に、誰でも気軽にできるけど、必ずこれ私やっておいたものは、やはり本を読むことですね。本を読むと、自分と違う考えの人、自分と違う人生を生きてきた人の、経験とかを、まあ、数百円でね、見聞きすることができますので、やはりね、こう本を読むというのは、誰もがするべきことではないかなというふうに思います。はい。ね、まあ、以上のような、ところが私としてはすごく、参考になりました。あとはね、まあ、書いてないことで、これは私の意見ですけれども、どうしても今の同調圧力の社会を一人の力で変えるということは、まあ、実質不可能だと思います。ね。ですから、まあ、場合によっては勇気を持って行動すると。勇気。それが必要ではないかなというふうに思います。例えばさっきの、みんな仕事してるんだから残業しなさいと言われた時には、いや、自分の仕事は終わったんで帰りますと。言い切る。あるいは無理やり、今はないかもしれませんけど、飲み会に誘われた時、すいません、仕事では、強制ではないでしょうから、すいません、断らさせていただきますと。はっきり言う勇気。もちろんそういうこと言ったら嫌な顔されると思いますけれども、それをも、まあ、受け入れるだけの勇気を持つ。ね。そうすれば、おのずと道は開けてくると思います。そこで、いやいや言ってると、ずる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 と、行くと思います。私もここ最近ね、勇気を持って行動した結果、結構、自分の心の負担が減って、結構、人生が明るくなったなということが結構ありました。うん。ですから、もし同調圧力で悩んでる人、少しでいいから何かね、勇気を持って行動しましょう。まあ、これはちょっと私最近感じたことです。まあ、本の、内容、そして私が最後に言った勇気についてということで、ちょっとでも参考になることがあれば幸いです。では、さようなら。